多分是枝さんの中でも再力作だったんじゃないかと思うんだけど、あの特に映画好きであればあるほど好き嫌いは分かれそうな気がすごいしますね。自分にとってはちょっとね、こう皆さん絶賛のコメントが多い中引っかかっちゃって、この映画の作り上がりとしてはちょっとやっぱ疑問点は大きいかな。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は怪物について語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、いや素晴らしかったですね。なんかもう見終わってすごいって思いました。なんか、うん、やっぱりすごいって思いました。なんかやっぱり音楽も今回素晴らしかったので、うん、終わり方もグッときましたし、鑑賞後感がもう満足すぎましたね。はい、はい、ちょっと自分はよくわからないこともあって、うん、ちょっとお二人と話をしながら解決していきたいなと思うんですけど、もちろんね、あのさすが期待作だけあって、うん、監督も脚本の坂本さんも、うん、音楽の坂本龍一さんも素晴らしい、うん、演技陣も皆さんね、うん、特にあの子役の2人がすごく、うん、よくこんな役引き受けたよねと思った、うん、で一応やっぱり脚本読んでから、うん、あの受けるかどうか決めてください。いやしかも多分監督と話したんじゃないの、うん、受ける前に、うん、これなかなか大変だと思う。子役の2人が一番大変だったと思うんですよ ね、うん、だから途中からねやっぱり存在感際立ってて、うんうん、素晴らしかったとは思いますが、まあ、映画自体のこう、ね、どういうことを言いたいのかとか、まあ、俺ちょっと脚本やりすぎたな、うん、ちょっと坂本さん力入れすぎたんじゃないかな、うん、僕はねちょっと脚本をもうちょっと抑制したら、うん、作り上がりはもっと静筆な余剰感があってより良かったと思うんだけど、脚本としては素晴らしいと思うんだけど、ちょっとやっぱりやりすぎたと思う。ね、それパンフレットでね、うん、その制作プロセスを拝見すると、うん、最初3時間分ぐらいの脚本があったらしいんです、うんうんうん、分かるよ。でそれを、まあ、多分プロデューサーと脚本カットして90分ぐらいになっちゃったんですって、うん、でそれをほとんど是枝さんが復活させてるみたいな。なるほどね、うん、でそのやり取りをしながら、まあ、最終的な着地を見てるみたいなんですけど、うん、まずこのタイトルからしてインチキじゃんの、うん、タイトルね、うん、それはちょっと今日ここでね、うん、どういう話なのか、でこのだからタイトルも含めてちょっとやっぱこう送り手が、まあ、戦場的っていうと言葉は違うのかもしれないけど、やっぱ過剰、うん、にしすぎちゃって、うん、その作り上がり的にももっといい映画になったはずなのに、うん、ちょっとやっぱりこの表現が正しいかどうかわかんないけど、筆が走りすぎたというふうに僕は見受けました。でもこれはもちろんほら作り方もそうだけど、うん、見る人によって感想とかね、うん、それはやっぱり自分のどこのバックグラウンドに刺すかによっても違うし、うん、しかも多分これ情報量も相当多いので、また今年で言うと別れる決心と同じぐらいね、うん、情報量が多いし、ね、送り手がちょっとやりすぎてるので、うん、多分1回の鑑賞で全部見取れては分かりにくいところはありますよね。分かりにくいというかわざと、どうとでも取れる、どうてかどう、いろんな取り方ができる、どうとでも取れるシーンもあり、うん、わざと確信犯的にやってんのを、うんね、観客が全部見取れてるかどうか分かんない部分もあり、うん、明らかにミスリードしてる、タイトルも含め、はいはい、ミスリードもしてるじゃない。でこれをだからその見る観客がどう受け止めるかも相当違うので、ネタバレあるぞネタバレするぞ、まあ、ちょっと違うところもあるとは思うんですけど、うん、ターとかね、うん、アフターサンも人によって受け取り方が違うとか、うん、いろんな企みを持って作ってるじゃないですか、うんうん、だから、まあ、構造が同じではないんだけど、まあ、アプローチ構造は違うけれど、うん、送り手の似たようなことを感じる、送り手の過剰な精神は同じ、うんうん、でそれは別れる決心もそう、そうそうそう、別れる決心、ターター、アフターさん、アフターさん、怪物、
あとなんだろう、今年結構宅飲みのある作品多いよね。しかもあの近い時期にそういう作品の公開が、うん、いやどうしてもさ、その、うん、映画祭とかを狙うね、うん、一つで現代のモチーフやテーマを描こうとすると、やっぱある種そういうなんていうのかな、企み系の映画を作りたくなるよね、うん、送り手は、まあ、そう。だから世界で同時多発的に企み系の映画がいっぱい出てくる。テレンテクダも多いしね、手数も多いし、うん、それだから一回の鑑賞で全部情報量として見とれてるかっていうと、うん、僕もそこまで自信はないです。ただタアフターサン怪物って比べるとね、うん、自分の中では怪物はちょっとやっぱり若干そこまでハマれなかったんですよね。多分それは視点も大きいからだと思うんだよね、うん、まあ描いてる題材とかも含めて多分そこまで入り込めなかったのがちょっと、でもほら T さんみたいにすごく良かったっていう人が、ね、多いと思うんですけど、いや良かったは良かったよ、うんうん、いい映画だと思うし、決して悪いとは思うとね、うん、いやしかも力作だよね、多分是枝さんの中でも再力作だったんじゃないかと思うんだけど、うん、しかもやっぱりあの坂本さん、やっぱり是枝さんと組むと、あた、もともとは是枝さんと組む予定じゃなかったんだろうけど、やっぱ映画でこの勝負作で、しかもほらこれ元気じゃない、元気だよねこれ、あのプロデュース河村元気さん、河村元気でしょ、まあ、あいつだからさ、これやっぱり企みが多いわけよ、うん、かましてやろうっていう感じがもうふんふんとするわけ、うん、でそれは多分坂本さんもやっぱ映画の脚本書くってことでやっぱある程度力が入ってると思うし、どうしてもやっぱり過剰になるよね表現が、うん、なんか坂本裕二さんは、うん、あの市川みなみさんに、うん、映画も撮れますかっていうか映画の脚本も書けますかってずいぶん前に言われたらしいんですね。ずいぶん前って、前ってどのぐらいなんだ。だから市川さんと仕事してたっていう、だからどのぐらいなんだろう、10年20年とか10年ぐらい前、以上は前になった。でも坂本さん何本か書いてるよね、うん、それで、うん、あの一応この現怪物の元になるプロットを書かれて、うん、それを川村さんと山田さんがご覧になって、うん、あ素晴らしいってなって、うん、でこれ山田さんって誰、あのここ山田健二さん、あ山田健二さん、はい、であプロデューサーなんだ、はいはい、この人は何者なんですか。知らないで喋ってたの。いや普通そこまで元気よく喋ったらなんか調べてるのかと思うんだけど、うん、それで是枝さんはやっぱり佐野さんの脚本でやってみたいっていうのはずっと前からおっしゃってたんで、まあそうなんでしょうね。それで河村さんが是枝さんにこのプロットどうですかっていうんで、うん、ああもうぜひお願いしますみたいな。これでも是枝さんがやんなかったらもっとテレビっぽい映画になったと思うんだよね。そうですね、是枝さんがやったから逆にここまで映画っぽい映画になったんだと僕は思うけどね、うん、試験です、うんうんうん、ちょっと、うん、まあこれこういうほら見る人の視点によってあの見え方が変わるっていうのは、うん、それこそ羅生門から始まって、うん、いろんな作品でそういうやり方をされてると思うし、まあ、羅生門スタイルっていうよね、はい、で最近だとほらあの佐藤さんが気に入った時代物のね、うん、あのマットデーモンが出た最後の決闘裁判、最後の決闘裁判とかも、うん、一応羅生門スタイル、ね、まあ、違うんだけどね、うん、正しく言うと、うん、でもまあいわゆるそれを映画業界で羅生門スタイルみたいに言うみたいなんで、うんうん、そういう方するとこの怪物も羅生門スタイルの映画ではあるよね、うん、で佐藤さんもそれを辞任されてて、うん、でそれでもなおかつ、まあ、描きたいものが当然終わりで、まあ、今日的な話題がすごいたくさんいっぱい入ってるじゃないですか、うんうんうん、だけどちょっとねやっぱりその最初見てて、ね、安藤サクラさんの演技から入ってって、うんうん、で永山瑛太さんの堀先生とかを見てると、うん、なんだこいつとか思うじゃないですか。あと田中裕子さんの学校がとかね、うんうん、で今度はまあ視点が変わっていくから、うん、あのあ堀先生意外に悪い人じゃないんだなとか、うん、田中裕子さんの、ね、先生もいろいろ抱えてんだなとかってのは分かるんだけど、うんうんうん、ちょっと分かんなかったのは、うん、あの安藤サクラさんと堀先生が連れてこられて対峙する場面あるじゃないですか、うんうんうん、あそこであの飴舐めてましたよね、うん、ね、飴舐めるのはやっぱダメでしょ。あれはミスリードですね、やっぱり、うん、完全なミスリード。でもそれちょっとそれこそずっこくないですか。で一応で伏線も見ました。それはいやそれちょっとだからよく分かんなかったんで伏線見なかった。伏線どうなってました。伏線は高畑充希が疲れた時は、うん、やっぱ頭に糖分入れないとね、うん、はい、飴って渡してんだよ。なるほど。その飴を舐めてんの。うん、だけどさ、それもね、うん、その伏線のための伏線だと僕は思うわけよ、うんうん、ちょっと違和感ないっすか。だからさ、一応ね、うん、その自分はそんなことをやってない、うん、生徒を叩いてないっていう先生がね、一応その先生の教育を受けてきた人間が、うん、その
父母の前で飴舐めるっていうのはちょっと僕はこれ完全にミスリードしてると思うんだよ、ね、つまりそれは観客に、安藤桜川の視点で見させることによってやっぱり先生が悪いのかなって思わせるじゃない。そうですよね。それをやっぱり力を込めてやってるから、しかも安藤桜の演技の後ろに僕らはいて見てるわけじゃない。あの安藤サクラのパワーあふれる演技の後ろでいながら堀先生を見ると、あ、やっぱこの先生やばいかもって思わせるわけだよ、うん、思わせるためにやっぱりその飴を一つ使ってるわけじゃない、うん、これはだから完全に送り手の策略なんだよね、うん、ちょっとやりすぎじゃないですか。でそれを僕は言ってるわけだから、うんうんうん、やっぱりじゃあそう思うんですね。思う思う、ね、うん、過剰だと思う、うん、だから後から振り返ってもだって飴舐めてたじゃんってやっぱり思うから、うん、それは安藤桜さんから見たら、うん、ふざけんなこいつって思いますよね。今飴舐めましたよねって言ってるからねあそこで。だ観客もそう思う。いや思うに決まってんでしょ。だから振り返って堀はそんな悪いやつじゃないと思うけど、でもあいつ飴舐めてたよとかって思っちゃって。いやだからそこがね、うん、やっぱちょっとミスリードなわけよ、うん、僕だったらあのシーンはカットするね絶対だよね、うん、もっと、うんうん、安藤桜側から見たら悪いけれど、うんうん、その堀先生側から見たら全然悪くないようなことを入れた方が、うん、僕は効果的だと思う。そうですね。あのつまり親の視点で見たら悪そうに見えるけどっていう風にした方が良かったと思うんだよね、うん、だって誰が見てもさ、うん、そんなね、あの吊るし上げ食らってるとこで飴なんか舐められたら余計腹立つし、うん、こいつやっぱり教師失格だよなって思うじゃん、うんうんうん、いやとか人社会人として失格だと思うじゃない。だから先生、社会人として失格な先生に子供を見せるのはちょっとねっていう風に誰でも思うよね、うん、で思わせるようなことをやってるわけだよ、うん、これはちょっといかがなもんかなと僕も思った、ね、うん、あそこがちょっとやっぱりまず前半ですごい気になる。いやしかもだよ、それは伏線が張ってて、うん、堀先生側の視点になった時に高畑充希に飴を渡されるんだけど、それって伏線のための伏線だよねっていう風に僕は思うわけですよ、うんうん、なるほど、うん、でもそれを見逃してるのはどうかと思うんだけどそこを見逃しといてそれだけ言うんだと今思った。うん、うん、でもちょっと違和感がすごいやっぱあったんで、ちゃんとね、あのなんて言い訳はしてんのよ映画の中で、うん、でも言い訳ですよね今聞いても。いやただの言い訳、うん、いやしかもそれは伏線のための伏線にしか僕は見えなかったんで、うん、っていうのが、うん、この是枝監督、坂本脚本、坂本さんの脚本、河村プロデューサーみたいみたいな多士再々の方がお作りになってる割にはなでもわざとやってんだと思うのよそこは、うん、そう見せましょう。やっぱりその堀先生は社会人として欠点はあるのよ、うん、っていうふうにやっぱり見せたいんだと思うんだよ、ね、うん、だからついさそのねあるじゃない、こう誰かに言われた言葉が頭に残っててついやっちゃうっていうことあると思うのよ、うん、人間誰しも。それがだから多分あれ設定的には前日ぐらいの設定か前々日ぐらいの設定だと思うんだけど、その彼女からもらった飴をね、多分なんか持ってんじゃないかと思う。まあそうでしょうね、うんうん、多分持ってたんだと思うんだよ。だからまあ緊張がなせる技だったかもしれない、ね、そう、なんかこうふわふわっとしちゃって吊るし上げ行かれた時にやっちゃいけないことやった、そうだ糖分入れた方がいいのかっつって舐めちゃったっていう設定にしてんだと思うんだけど、でもそれは僕はちょっといかがなもんかなと僕は思いました。だから佐藤さんが言ってる通りだと思います、それは。うん、大体この怪物ってタイトルもミスリードだったね。じゃあそのタイトルについてもね、これわざわざやっぱりその怪物、うん、じゃあこの映画の中で怪物は一体誰なのかって思わせたいがためのタイトルだと僕は思うんだよね、これ、うん、最初はね、なんかなぜっていうタイトルだったみたいですね、課題が、うん、ただこれ多分途中であの子たちが遊んでる設定のね、うん、怪物だれだ遊びを思いついた時に、うん、おタイトル怪物でいけんじゃねえの、いいんじゃねみたいな話になったと思うんだよ。でも怪物だれだれ宣伝してって、うん、この作りだと、うん、じゃあ怪物は誰なのって、だから是枝監督も怪物はさて誰でしょうとかって予告編で言ってましたからね、言ってるからね、うん、だからもうそれは完全に僕は送り手のミスリードだと思う、うん、そんな別に怪物が何だとかって映画じゃないと思うんだけど、ね、いやもちろん怪物っていう言葉をねずっとフォーカスしながら見てったら怪物とは一体何だろうっていう風には見られるとは思う、うん、思うけれどそこが重要な映画じゃ全然ないのに、うん、でほらまたなんだっけ、あの獅童さんが演じてる父親が出てくるんじゃない、うん、あれはね人間じゃありませんよとか言わせんじゃん、うん、もうあれがまたミスリードだと思うな、うん、もうだからさっき言ったそのキャラメルじゃねえ飴の場面とその獅童さんが演じてる父親はもう完全にこれは筆走りすぎてるなと僕は思うんだよ、うん、これは観客に見せたいがために言い訳というか、まあ、ミスリードですよね、うん、したいがために作ったキャラクターだし、
ちょっとアリバイ的な感じもしますよね。アリバイと言っていいのか、アリバイという表現が正しいかどうか分かんないけど、うん、やっぱりちょっとオーバードーズしてると思う、うん、完全に、うんうん、中村獅童怪物じゃんってちょっと思うけど、だからこれハイでいくとさ結局子供たちのそのすごいこうセンシティブな、なんていう立ち位置、うん、が僕はテーマの映画だと思うんだよね、うん、だけどなんかこういうラショモ方式で3人の視点、まあ4人ぐらいの視点だけど、うん、見せてってね、こういう体にするとすごく世界観が大きくなるじゃない、うん、そうすると子供たちのセンシティブな話がやっぱりちょっとすれ違ったことでこんなに大きな視点になるんですよっていう映画だとは思うわけよ、うん、だから決してその作り方としては間違ってないと思うんだけど、本来的にこの子供たちのセンシティブな立ち位置っていうテーマがなんか見えなくなってるような気がするんだよ、うん、それはだから映画の作り方としてどうなのって僕は思うわけ、うん、本来的にこのテーマであるこの子供たちの非常にセンシャルなその立場、彼らのその守らなきゃいけないもの、小学校4年生だっけ5年生かなの設定の中で彼らがその持ってる社会的な立ち位置っていうのがテーマの映画だと思うんだよね、うん、でもそこはさ、もちろんそのなんていうの、この大きな世界観の映画の中ではやっぱりメインテーマには浮き上がってこないように作ってるんだよわざと、うん、それが逆に、浮き上がらせないことによってこの映画の世界観が今現在内包している、世界が内包しているいろいろなモチーフやテーマを抱えてんだよってことを言いたい体にしてるこの作り上がりがその本来のテーマをちょっと見えなくさせてるような気が僕はするんだよね。だからこの映画の作り上がりとしてはちょっとやっぱ疑問点は大きいかな。でも映画としてはすごい面白かったし、いい映画だと思うし、演技陣がそれに応えてるし、まあその各スタッフのそのプロダクションバリューの高さね、うん、はもう見事だと思うし、うん、脚本だけ取り上げたらやっぱすごい見事にかけてる脚本だと思うのよ、うん、映画的なその全体的な作り上がりがいけばちょっと疑問点疑義を挟みたい部分はいっぱいあるんだけど、でもこれをさ一人の頭の中で、もちろんそのプロデューサーとかが入りながらだけど、ちゃんと脚本として作り上げられてこういうものが作られてるっていうのはやっぱりすごいなと思って、これはカンヌで脚本を取るに値する脚本だなとは思うわけ、思うけれど映画として見せられると、それやりすぎじゃないっていうのは多い。だからその自分が感じた違和感ってやっぱそこから起因してるんですかね、うん、でやっぱりさ映画ってなんていうかな、やっぱりどうしてもその、送り手が意識をしてその観客に見せたいように見せたがるわけじゃない、うん、でそれがやっぱりだから強くなると、やっぱりミスリードという形になっていくじゃない、うん、それがちょっとこの映画では僕はあの僕の主見では散見されたなっていうふうに思うわけ、うん、だからその同じようにターとかね、うん、アフターサウンド全然そんなこと思わず楽しめたんですけど、人によると思うんだよそれ、うん、だからすごい自分にとってはちょっとねこう皆さん絶賛のコメントが多い中、でも映画としては褒めざるを得ないよねこの映画、うん、引っかかっちゃって、いやすごい面白かったしね、うん、やっぱりその演技陣があそこまで集中力を持って、うん、一つのその映画の中の世界観を作り上げると、うん、これはどうやってもそれに僕らは引きずり回されるよね、うんうん、T さんはいかがでした？そうですね、なんか確かに宣伝で怪物だあれだあれ誰なんだろうと思ってたので、でも見てなんかやっぱりそういうこういう風に見せたい色を見せてそういう映画祭に引っかかるようにとお客さん来るようにっていうやりすぎのそういうタイトルとかはもちろんあると思うけど、なんか作品を見てすごいラストシーンも良かったし、そのいいところの方が勝ったので私の感想としてはすごいいい映画となりました。すごくよくわかりますよ、うん、別にさ全部が全部納得しなくても鑑賞互換的に良ければ映画っていいわけだよね。そうなんですよね、うん、でもすごいその雨のシーンとかもめちゃくちゃ同感です、うん、なんかでも正直最初に、雨をエータさんが舐めた時も、うん、ありえないけど私結構何でも流しちゃうタイプだから、うん、まあこういうこともあんのかみたいな、なんかこの人を悪く見せるためにこれ言えたんだなぐらいの感じで流しちゃいました、うん、私はまあ絶対ありえないとは思ってるんですけど、うん、そこまで大きくそこは引っかかってなくて、いやでもあれに引っかかる人は多いと思うんだもんね。ですね、それはそう思います。その
やっぱり堀先生は悪い人だと思いながら見させられてるから、うん それが逆目線で、あ、うん、堀先生そんな悪くないんだっていうのが分かった瞬間に、でもあれってどういうことってやっぱり思っちゃう。でもその割にはいいダクダクといいこと聞きすぎだよね、彼は。そう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 、うん、だからそのどうもやっぱりその前半のね、うん、安藤サクラさんと対峙してるところをこっち側に悪く見せようという演出が、うん、後から見るとちょっとえって引っかかっちゃうんだよね。だから映画全体がダメとはもちろんならないんだけど、ね、うん、だからやっぱりちょっとそのやっぱりやや強引だよね、送り手の、うん、その別に脚本のあれだけじゃなくてね、うん、でも多分それをみんなあの頭のいい送り手の人たちはみんなで話しながら、うん、でもやっぱりこれはこういうふうに、うん、このくらいやんないとって、うん、こういうふうなことでやんないと、うん、やっぱりせっかくの羅生門しても生きてこないし、うん、っていうふうに多分相談したんだと思う、ね、当然、うん、それは議論は絶対するじゃないですか。してる、すごいポイントだな。しかもこれ4年ぐらいかかってるでしょ、うん、だからそれはしてるよね、うんうん、で結果的にこれをチョイスされたわけですから、うんうん、ただ映画はやっぱ結果論だから、うん、結果ね見て自分はちょっとやっぱり引っかかるところが結構あって、でもさその引っかかるところがあるから、うんうんうん、よりそのなんていうの体の中に残るっていうことも言えるじゃない、場合によってはね、うん、まあその感触が多少悪くなろうとも、うんうんうん、この怪物という映画が、うん、その観客の体に刻み込む、うん、その何要因の一つにその引っかかる点っていうのがあることが、すごいあると思うんだよね、はい、でもしかも T さんが言ったように終わりが気持ちいいと、うん、その引っかかる点は引っかかるということだけで残るじゃない、うん、その映画を見た傷にはならないというふうに送り手を判断したんじゃないかなと思うんだよ ね、うん、ただあの竹内さん冒頭おっしゃったその怪物ってタイトルもね、うん、すごくこう狙いとか企みを感じすぎちゃってなんかやっぱりこう送り出す、うん、送り出すことによって大きく送り出したいがゆえに、うん、そのまあ関連が最後も含めねいろんなこうセットをまあ多分川村君とかがやってんだと思うんだけど、その一つがこのタイトルだと思うんだよね。やっぱ怪物って言われるとさ、やっぱ身構えるし、まあ見る前にじゃあ怪物って一体どんな怪物が描かれるんだろうってみんな思うじゃん。そのだからこう思い込みをあの起点としてずっと引っ張り込んでるわけだよ、映画の中にね。だから結局まあそんなものは映画の鑑賞感さえ良ければはっきり言ってどうでもいいことだよねって送り手は思ってんじゃないかと思うんだよ。ちゃんと映画を注視していろんなことにすごく丁寧に見てもらえればこの映画の良さは分かるから、その怪物というタイトルやアメナメタっていいじゃないかと。ただね、うん、一方でやっぱ怪物っていうタイトルは強烈がゆえに、うん、それに引っ張られちゃって見た身としては、うん、ん怪物ってタイトルどうなのともやっぱ思っちゃうんですよね、うん、まあでもこんだけ立派な映画が作られて、ね、鑑賞後感も T さんが言ったようにあのやっぱり最後のパートに子供たちのパートを持ってきてるから、うん、まあずっこいはずっこいよね、うん、そこは、うん、でもやっぱりその彼らがあの野原をあの光の中でね台風一過の後にかけているのをどう捉えるかもあるわけじゃない、はい、あの二人が一体どういう状態でかけてるのか、そうそう、だから生きてるのか死んでるのかっていうのもありますよね。まあまあ端的に言えばそういうことですけど、端的に言い過ぎだと思うだってあの大雨で土砂崩れ起きてます、うん、でそのままハッピーエンド的に晴れた日をかけるっていうのはなんか現実にはありえないから、俺はもうそこはね死んでて、まあ、まあそれもだから見てる人の解釈次第だと思うんだけど、うん、まあどういうふうに受け取るかは別として、やっぱ最後が気持ちよく終わると、うん、今まで見てきたその引っかかりも引っかかりとして残るだけで映画のとしての傷として残るリスクは低いというふうに多分送り手は計算したんじゃないかな、うん、でそれとともにやっぱりこの映画をより一人でも多くの観客に見せるためのセットとしてその関連祭含め、まあ、結果的にね賞も2つ取ってるわけだし、うん、しかもクヤパルムを撮って、この間ねクヤパルミとか撮られちゃうとって言ってたけど、うん、でも別にそれはさ、まあ、体制に影響はなかったです、うん、なかったですけど、うん、ああやっぱり ここかとは思いましたよ、ね、まあ、ここかっていうかあの、まあね、彼らのやっぱり立ち位置を決めてるのが、うん、そこの要因であるので ね、まあ、そうですね、やっぱりそれは、まあ、クヤパルム、これはやっぱりジョン・キャメロン・ミッチェルがクヤパルムに選んだのも、うん、
ムベナルかなと思いましたね。まあ、わかりますよね。非常にこうセンシティブで、まあ、はっきり言ってまだ恋方するとなんだとは思うんだけど、うん、ゲイかどうかは本人たちも分かってないと思うんだよ。小学生で、うん、でも僕はこの子が好きだっていう人を抱くわけです、ね、でもさ、それって小学校とか中学ぐらいまでありがちじゃない、まあね、先輩に憧れるとか、同級生の中で好きな子ができたのが男の子だとかいうことがあってもさ、ただまあ途中で立っちゃったりしたからねそれがちょっと僕もよくあるよとかって言ってたけどさ、それはやっぱりその主人公の少年の気持ちとしては決定的だし、最初にさ、ほら安藤サクラ視点で見てる時に、なんかほら食リポかなんかやってるのが、あ、食リポじゃない、バラエティーがね、ゲイの人が主人公っていうか、まあなんていうの、こう女性の格好したゲイの人がほらリポーター出てんじゃん。で安藤桜視点で見てる時はなんていうことない画面なのに、うん、子供視点の時にあれがもう一回出てくると、あ、そういう意味だったんだって、うん、あそこがまた見事だなと思ったのよ、うん、こんなに切実にあのバラエティを見てるとはお母さん思ってないわけで、うんうん、まあそこもだから観客によってはあれをだから流して見てる人もいるかもわかんないけれど、彼は結構真面目に見てんだよねあれをね、うん、っていうのが第三部っていうか第三視点の時にわかるわけじゃん、はいはい、だからいかにこの主人公たちが切実に、まあ、お父さんはさ、中村獅童演じてるお父さんは彼のそういう性癖を直そうと思ってるわけで、うん、しかもなんか知らないけど風呂かなんかにね、うん、つけたりしてるわけじゃない、あとね、やけどとか、ね、うん、まあ怪物ですよ、うん、中村獅童はまあねだからそういう描写も結構ね、やっぱ坂本さんの脚本がリンクしてて、うん、こっち側で見えてなかったものとか意味がなかったものがこっち側で見ると意味を持ってくるっていうのがすごいいろいろやってて、そこは本当にやっぱり見事にかけてんなと思うんだ、うん、やりすぎだけどね、僕はそう思った、まあ、ただこれ公開数字の話だと初登場3位で341スクリーンで、うん、アベレージも95万4千円超えてますから、うんうん、やっぱ大ヒットじゃないですか。いや、これなんか送り手が企んだ、そうそうそう、そのビジネス的企みはかなり結実してると思う、うん、大成功だと思う、うん、でやっぱりこれだけの観客を一気に集めるとなると、うん、ちょっと分かりやすい設定の方がいいような気もするんです、うん、例えばタートがアフターさんって若干分かりにくいとか、うん、最初寝ちゃったみたいなコメントも多いから、うん、怪物の方がやっぱりすごく分かりやすく作られてると思うんですよ。そうは思わない、そう全然思わない、うん、かなり難しい映画だと思う、もうこれアート映画だと思いますよ完全に。だからこれ見て、このなんだっけ、これ見た人たち、うん、2万3000分かんないっていう人も多いのか、いやもう相当分かんないと思うよこれ、うん、しかも何を描いてるかも分かんないと思う、うん、かなり難しい映画ですよこれは、うん、ハイブラウンな映画だと思いますよ、うん、やっぱりタウとかフタさんに入り込みすぎちゃって、うん、いやタウの方が分かりやすいと思う、あ、そう、一見その片側から見たらそんなに難しい映画じゃないと思う、うんうん、だけどこれはかなり相当難しい、一体何を見せられたのかも分かんない人もいると思うんだよね、うん、なるほど、うん、なかなか少年たちの微妙な感情っていうのをちょっと全員が理解してるとは僕は思えないんだけど、うんうん、かなりマッチョな人にはちょっと何が言いたいのこの映画っていうでも是枝作品とか坂本雄二脚本を期待された人も相当多いじゃないですか、まあ、相当映画ファンは多分それが見たくて見に来てんだと思うよね、うん、しかもそのカンヌ映画祭でクエア・パルムと、うん、脚本賞を取ったっていうことで、うん、これはやっぱ俺は見てやんなきゃって思ってる映画ファンの人も多いと思うよね、うんうん、まあ普通のね映画一般的な映画ファンも、うん、映画好きな人も、うん、たくさんいらっしゃってますからね、うん、レビューとかそんなやっぱちょっとよく分かんなかった、いや割れてんじゃないですか、どうなのレビューは、でも評価は高い、でもやっぱり、いやみんなすごい映画見たと思ってんのよこれは、だけどじゃあすごい映画イコールじゃあ自分はどう感じたかっていうのをはっきり言える人はやっぱ相当映画見てる人じゃないかなと僕は思うけどね、なかなかこれ一般のその普通に生きてきたおばさん50歳とか、うん、普通にマッチョに生きてきたお父さん65歳が理解できてるのかどうかちょっとね、うん、分かんないな、うん、理解してる人もいっぱいいるとは思うんだけどさ、しかもその自分なりの理解の仕方でね、うん、でも多分何を見せられたのかも分かんない人も確実にいると思うんだよね、ちょっと戻りますけど、うん、最後は、うん、あれ台風一過でちゃんちゃんなんですか、どういう意味ですかそれは、2人は助かって、いやそれはあんた見た人の勝手でしょ、だからそれを聞いてんねん、いやだからそれは正解はないですよ、竹内さんはどう受け取ったんですか、
あのね、うん、あの2人があのお父さんと、あ、じゃない、お母さんと先生が迎えに来るじゃない、うんうん、でもそこで会えないよね、うん、あれはなぜなの。だから俺はもう死んでると思う。どこで死んでる。もうだからあのこうやって雨に打たれたガラス越しに、うんうん、あのもうだってそこでしか終わってるから、うん、だから何そこで死んでるわけ。でも、うん、溺れたか土砂崩れかバスの中で死んでる、うん、ああ電車の中で死んでる、うん、じゃあそれでいいんじゃないの俺はね、うん、いやだから僕はほらそんなこといちいち判断しませんもん。どう受け取ったんですか。いやどうも受け取んないですよ、見たまんまですよ。ちょっとずっこいなずっこいわ。いや正解はないよ、自分の中にも正解はないよ、うんうん、じゃあ竹内さんも正解はなく、うん、そのまま受け取ってる。そのまま受け取ってる。 T さんは。私は生きててほしいと思いました。まあそらね、うん、それ生きててほしいけど辻褄が合わないじゃんと思うわけ。辻褄なんか合わなくていいじゃんね。生きててきて、うん、別に映画は全部辻褄が合えばいいってもんじゃないよ。わかるよ。だけどまあそのないけどないけど、まあ、設定としてだからさ、ね、あのね、うん、それをいちいち結末はこうだって、うん、こういうふうに決める必要あるの。だっていやだから決める必要はないんですけど。だからないじゃん。どう受け取ったんですかって。でもそれはさ、どういうふうに受け取ったか決めろってことを言ってるわけでしょ。いや聞きたいだけです。いやだから僕はあのまま、あのまま受け取りましたって言ってんじゃん、うんうん。えでもそれじゃ許してくんないじゃん。いやじゃあ竹内さんはどう、あれ死んでんの生きてんのって言うわけじゃん。それはだからあなたの中ではっきり答えを決めたのを知りたいってことを言ってるわけだよね。で竹内さんの見解はどうだった。竹内さんの見解はあのまま受け取りましたじゃん、うん、僕はだからあれを生きてるとも死んでるともっていうのは、うん、生きてるとも死んでるとも描いてないからね。そうそうそう、うん、だから別にそれを死んでるとか生きてるとかね、うん、あの僕が決める必要はないと思う、うんうん、なるほど、うん、だから佐藤さんが決めるのはそれを決めるので自由だと思うんだけど、うん、それ人に強要しちゃいけません。いやいや強要してないです。したよさっき。強要してないです。いやさっきはしたから。じゃあずっこいとは言いました。いやそうじゃなくてさっきはしたじゃん。だって竹さん喧嘩を知りたいんですよって言ってたじゃん。そうそうそう、うん、喧嘩を知りたい、知りたかった。見解はだからあのまんまですよね。まあ、うん、こんだけ説明すればでもじゃあ、うん、ね、視聴者の皆さんはラストどう受け取ったのか、うん、ね。そうだけどさ、あのモヤモヤっとした感傷互感っていうのは僕はありだと思う、ね、もちろんもちろん、うん、だから僕はあのまんま受け取りましたし、だからその受け取り手がどう考えるかを委ねる映画も多いし、うん、それは全然自分も嫌いではないし、たださやっぱりそのテーマとして、うん、僕やっぱりその第3部のね、うん、その子供たちのその社会的な立ち位置でね、うん、小学校4年5年の子たちがあんだけ悩んでることがこんだけの大事件を引き起こしていく、うん、でもしかしじゃ あの結論を決めろというならあの火事はさ彼が起こしたの。うん、まあ自分はそうなんだって思いましたね。ライターもあったし、なんかいろいろ証言もあるから、まあ類推ですから 100% 正しいかどうかも、うん、どっちの子が起こした火事なの。あれはあのあれでしょ、ヒイラギ君の方じゃない、指導さんの息子さんの方。ああなるほどね、うん、なるほどと思いました、うん、なるほど、わかりました、まあ、ただそれこそね、物証があるわけでもないけど、うんうん、想像としてはそうだったんだ、うん、でもあそこでやっぱりこう火事をさ、こうプリズムのようにこっちから、うん、こっちから見せるじゃん、はいはい、あれやっぱりなかなかうまいよ、ね、だからその二次元決して立体的じゃないその脚本をさ、うん、映像にするとあんだけこう立体的に浮かび上がるっていうね、うん、その観客が見てるこの構図というか視線、うんうん、あれはなかなか見事だと思ったけどね、うんうん、しかもほら時勢が合わないのを放り投げてるじゃん、うんうん、ああいう表現でその時勢を観客が分かんなくてもいいからって描くのは結構勇気のいることだと思いましたけどね、うん、僕は、うんうん、だって田中裕子さんの、うん、あれ校長か教頭も、うん、彼女が引いたのかもしれないし旦那さんが引いたのかもしれない。 それもはっきりしないもん、ね、しかも彼女は自殺するかしないか、うん、どうどっち。いや俺自殺はしない、しないと思う、うん、オードリーみたいになってましただからどうとでも撮れるように作ってあるから、うん、まあそこは竹内さんおっしゃるように私も見たいように見てましたね、うんうん、
まあでも是枝さんの映画としての作り上がりはやっぱりちょっと完成度は落ちるんじゃないかなとは思いました。多分これ今年の日本映画のベスト10に当然誰が選んでも入ってくると思うんだよな、ね、もちろん入れない人もいるけど、うん、集約すると入ってくると思うんだよ、はいはい、ただまあ好き嫌いはあの特に映画好きであればあるほど好き嫌いは分かれそうな気がすごいしますね、うん、でさっきのその雨の部分とか、まあ、最後のね、うん、そのぼかしてる部分とか、うん、それはないんじゃないかと思ってる人もいると思うのよ、うんうん、いやそれはないっしょって思ってる人は、うん、多分フェイバリットにはなんないし、うん、まあその映画的なその完成度も、うん、僕はその今までの是枝作品の中でも決して高いとはあんまり思えないので、だから脚本はよく書けてるけど映画としての作り上がりはやっぱり野心的な力作っていう風に僕だったら表現するので、そこは個人的な見地からいくとその作り上がり的にはもう一つかなと思ったけどね。ただまあ興行成績の結果がついてきてますからね。これはやっぱ送り手たちの見事な企みが、まあ、元気プロデューサー見事だな、いやさすがだなと思った今回は。ずっこいもんいちいち本当に俺ずっこいのその先を語ってくれっていうご意見もある、ね、まあ、この間はね、うん、この間はそうだったけど別に今回はただずっこいだけだその先も何もないから。そどこがえこのどこがまずだからタイトル、うん、まあ、で関連野菜を成功に結実させたことが、まあ、彼はどこまで読んでたか分かんないけど、まあ、彼だけじゃないのかも分かんないけど、僕もだからその家族の国をねベルリン持ってた時に賞取れたらもうものすごいラッキーだなと思って、もうちっちゃい賞でもいいから取ってほしいと思ってたけど、まあ結果的に賞取れたんですごいやりやすかったと思うんだけど、今回はやっぱりそのメイン賞である脚本賞ですか、ね、いやいやでもねこのクヤーパルムっていうのも大きいよ。なぜかっていうと日本映画初めてなのよ。あそうなんだ。でギャガー前もずっこいことやってたんだけど、是枝さんのそして父になる時かな、日本映画史上初の審査員賞とかいう、うんうん、ちょっとみんなね、まあ、言っちゃうけど日本のマスコミは調べないし、うん、その言われた通り書くから、うん、日本映画史上初めての関連合祭審査員賞みたいな、うん、なんかさもすごいことのように見せてるわけ、うん、でも審査員賞って上からいけば6番目ぐらいの賞だから、うん、まあその程度の賞なわけですよ。むしろ脚本賞の方が高いぐらいだと思う。脚本賞素晴らしいですよ、ね、いやだからさ、うん、だからそこをね日本映画史上初めてのクイアパルムってまた言ってるわけよギャガーさんらしいですね。ギャガーっぽいなと思ったけどね。まあでもうまいじゃん。でもクイアパルムなんて別に正式賞でも何でもないわけ、帽子なわけですよ。でもやっぱりさクイアパルムだ帽子だからゆえにそのビジネスにつなげやすいってのもあるわけだよね、うん、しかもこう2つ取れてるじゃん。だから前もさドライブマイカーがエキュメニカル審査員賞、エキュメニカル審査員賞っていうのは、まあ、キリスト教系の審査員が選んでる賞なんだけど、それがこうくっついていくだけでなんか3部門みたいに言えるわけよ、うんうん、これがまた素敵じゃないですか、うん、ということでその関連祭に出したことによって、まあ、主演の人たちもみんな今回行けたしね、うん、あの非常に絵的にも良かったし、賞として結実もしたし、クイアパルムみたいに日本映画史上初めての賞も取ってるわけよ。これはやっぱり大きいですよね。それはもちろん、パルムドールとかグランプリ取れた方が良かったけれど、でも十分脚本賞とクイアパルムでそのビジネス的な立ち位置っていうのを明確にして、逆にクイアパルム取れたことによってその雰囲気を察してみたいと思った、ね、まあね、佐藤さんと逆側の人もいるわけじゃん。いいでしょうね、うん、いや俺別に見たくなはならない。いやもうこんなん決めてもらってないか。いつよ俺さ見たくなくなるっていうんじゃなくて、うん、その情報はいらないって。いや分かってるよ。だから嫌だってことでしょ。でも結構ね同意いただいてる視聴者さんも多い。もちろん。でもさ世の中にはその半分以上ね、うん、多分逆側の人もいるわけじゃないですか。そうですよね。そうだからそういう意味ではやっぱ怪物はやっぱりちゃんと計画して、うん、そのこういうチームね、しかも坂本さんのほぼ遺作でしょ映画的には、うん、坂本龍一さんの、うん、これすごいよねこのこうマッチングと、まあ運と縁とタイミング。いやそうなんだよ、映画って結局いつも言うけど結果論だから、うん、この結果論としての結実はこんだけの興行収入、これ1週目だからほぼ7億弱まで上がるでしょ、うん、そうすると2週目が12億ぐらいまで2週目でいくと思うんで、2週目終わりまで、うん、これだからまあそうね20何億から30何億は上がるんじゃないかと、まずは。
まあ、その先はちょっとその口コミとかにもよるとは思うんだけど、まあこの難しい題材で、しかもこの難しい作り上がりでアート映画でこんだけ生涯にするのは見事と、でしかもそのやり方はずっこいけど見事っていうことですよね。その先も言いましたね今ね、はい、言えたよね、はい、なんかもし質問があればまた答えたいと思う。でしかも全部これ試験ですから個人の見解ですんで、そこはお間違いのなきよ、うん、安藤サクラさん怪物ですか。もちろんモンスター以外の何者でもないでしょ女優としてね、もちろんか今の日本の、いやいや日本の俳優としてあんだけ怪物、日本の俳優としてね、いやもう世界で言ってもいいかも、はいはい、世界から見てもあの俳優としての怪物はもう安藤サクラはもう別格だと思いますよ。でもインタビューでね、うん、あのなんかコロナ禍でいろいろ脚本読んでてうじうじ悩んでて、うん、あの自分が沙織役を演じるのは難しいんじゃないかと思ってたって、うん、いやいつもそうなのよ。毎回この間も言ったけど、ね、ほらなんだっけ、妻夫木君にさ、うん、なんだっけあの映画ある男、ある男、うん、で私これを最後に映画やめるかもって言って妻夫木君とんでもないあの時に一緒になっちゃったなって思ったって言うんだよね。でも終わった後にまだまだやりたいと思うわけよ。でもね始まる前はみんな、だってあの、うん、ほら朝の連ドラやる時今さ子供抱えながらね連続テレビ小説なんか受けられないって言ったら家族みんなが押してくれたんでなんとか受けたわけだけど、あれ多分本人だけだったら断ってると思うんだよね。だから安藤サクラのすごいのは自分のその凄さっていうのをなんて言うんだろうな、自覚してない、いやしてるんだろうけどみんなが言うほど矮小化してる、矮小化っていうかそんなに簡単なもんじゃないわよって思ってると思うわけよ私だって毎回努力してやってんだよ多分思ってるわけよ。なんだけど周りはさもうあまりにもすごいからもうなんかこう別格って思ってるから、うん、なんか俺ちょっとね、うん、一瞬ブラッシュアップライフの彼女が母親になったかのような錯覚をしちゃった、うん、こうふーっとかってああいうのがねうまいよね。うまいよね、あの日常的な会話のそのキャラクターの造形がもう本当に自然なのよ。そうそうそう、だからやっぱり天才の人たちって、まあ、菅田将暉や広瀬すずもそうだけど、なんて言うんだろう、周りから見て何にも努力してないようにすんなりその役ができてるように、役とその憑依っていうのとまた違うと思うんだよ。憑依っていう言い方は彼らには合わないと思う、彼ら彼女らには合わないと思うんだけど、もうなんつうのかな、もうその人なんだよね。でしかも並列して安藤サクラであり並列してこの役をやってるので、なんだろう、自然に見れちゃう、こっちが観客が、まあそれはもちろん全員が全員そう思ってるかどうか別としてだけど、僕なんかを見てるとやっぱりもう本当にその人にしか見えないけど明らかに安藤サクラ、安藤サクラにしか見えないけど明らかにその人みたいに、うん、もう共生してるんだよね、うん、あの体の中で、うん、素晴らしいです、ね、あのだからあの職員室に乗り込んでいく時の、うん、あのパワフルなさ、うん、すごいなと思う、うん、でいて自然、うんうん、手に体に触れたってこういうことですよ接触接触接触ってのはこういうことですよねみたいなこと言ってたよね。面白かったねあれ、うん、子供たちがさその自分の性癖があるがゆえに、しかも多分こっちのなんだっけ何くんだっけ、伊織くん役名、役名は、うん、あの子はね相当開き直ってんだよね、もうね、そうだよね、経年を持ってるのよ、うん、そうそうそう、なんかその態度がまたすごかったですよね。それがまたすごいのよ、だから子供の頃からお父さんにああやってずっとあの自分はおかしいおかしいって言われてるから、うん、もうあのみんなとは違うんだって意識が多分あると思うんだよね、うん、そこがもう港くんでいいんだっけ、うん、と違うんだよね明らかに、うん、港くんはやっぱり自分がもしかしたらそういう性癖なのかもっていうことをこう毎日こう悩んでいるわけだよね。その立ち位置がさやっぱり港くんとよりくんよりくんはやっぱり違うんで、それをうまくやっぱり脚本で描けて彼らがきちんとキャラクター造形してるんで見てて分かる。でだから言えないのよね逆に先生やお母さんにも、うん、だからまあ平気で嘘をついてるように見えますよね。なんかいやそうではないんだ、だからそういう風に見せてるっていうか見せてるように見えるってことよね、うん、それはそうだと。だから堀先生がやってましたとか、うん、港君はいじめてませんとか、あいじめられてましたとか、なんか平気で実際と違うことを言ってるように、なんかやっぱりその自分の身を守ることがそういう嘘で行く方向性にやっぱり行ってしまってんだよ。だからその嘘をつくことの大変さや嫌さよりも、うん、その自分のその立ち位置を守ることの方が、うん、
特に港子にとっては大事ってことで、うん、でヨリ君はどうでもいいから、うん、その通り焦ってるだけっていう感じだと思うんだけど、うん、この辺にやっぱ子供たちの苦悩っていうのが割と見事に描かれていて、まあこれはたまたまその自分がゲイであるか、同性愛であるかってことに悩んでるわけだけど、そうじゃない悩みがあっても、あのなんていうかな、共通だと思うの、通底してると思うわけ、うんうん、だから子供たちが思ってるこの世界観と いかにその親たちが思ってる世界観が、まあ、あの見解があるかっていうことを描きたいんだと思うんだよね、うん、でそうやって、子としていくことによって事件が違う側面を見せていくことっていうのが世の中にはやっぱあるよねってことを描いてる映画だと思う、うんうん、まあ脚本はね2人にも事前に渡して、うん、そしてよく本人たち納得したよねこれ、うん、まあやっぱり当然難しいとは思ったけど、やっぱオーディションに受かったっていう喜びの方が大きいんでしょうね、 やってみたい。これはでもねすごいかったよね、うん、本当に。まあでもね、是枝さんほら誰も知らないか、Nobody Knows で柳楽さんをね、あの主演男優賞取らせたような最優秀男優賞か、うん、あなたが間違えちゃダメでしょ、最優秀男優賞の柳楽さんに続き、やっぱりこの2人のね、うん、才能を見出してるところは素晴らしいなと。それだけじゃないよ今までも、まあ、いっぱい、ね、いっぱい子供たちいっぱい、まあ広瀬すずちゃんとかもそうだしな、まあ、見出したわけじゃないけど、子供じゃないけどね、うん、だけどやっぱり演出で光り輝くわけじゃない、いや見出したんだけどね、うんうん、奇跡とかもそうだし、子供たちが主役だし、うん、まあだから本当に映画としては見事な、本当に野心的な力作で、すごい映画だったなと思いますよ。面白かったしね、うん、すごく。田中英子さんがこう床ギシギシやってるのも嫌だったね。あれガムはあんのあんの小学校。ガムかどうかもわかんないですよね。何なの？まあ汚れを取ってんだろうな。でもガムじゃない、普通はガムですけどね。うん、何取ってんだろうと思ってさ、うん、何取ってんのかもうよくわかんないですよね、うん。ということで、はい、本日は怪物について語ってまいりました。うん、T さん、なんか語り残したことないんですか？いやーなんか。一部見て安藤サクラさんがすごいから、うわ安藤サクラさんって思ったけど、それに負けないぐらい2人がすごかったんで、田中優子さんと子供たちか、うん、なんか子役すごかったね、この俳優陣の中ですごかったですね、うん、負けずに超頑張ってた、ね、いや本当に素晴らしかったです、うん、皆さん、あの永山瑛太さんはさ、あのちょっと的が外れた男性演じるのうまいよね。うまいですね。最初あれ、エータさんってそう気づくまでちょっと時間がかかっただってすごい変だったじゃないですか、変かなりヤバいやつにしか見えなくて、まあ最初はね、そうそう、うん、なんかあのこう押されて逃げてく感じとか、そうそう、あっち行って先生みたいな、うん、周りのね、角田さんとかのあれもおかしいっていうかね、なんかでも高畑充希は無駄遣いの感じがしたけどね、まあ見事ではあったけど、面白かったね、あの役にわざわざ高畑充希と思ったけど、うん、確かに角田さん良かったよね、なかなか、うんうん、彼も良かったよ、あのなんだっけ、あのほら先生役を、はいはいはい、うん、分かってないよね、はい、絶対に黒田さん良かったよね、すごい出てきてたよ、うん、素晴らしかった、うん、やっぱりあの演技陣は素晴らしかったね、素晴らしいです、うん、まあ田中優子は言うまでもなく、うんうん、でもあれちょっとわざとらしすぎだ、あの演技、そうですね、いくらなんでも、特にあのやっぱほら安藤サクラ目線の時はさ、より怪しく見せるじゃない、そうだね、あれやりすぎだよね、あの写真こっち向けたりとかね、うん、いやあれは違うじゃん、あれは先生目線、先生目線だけど、うん、だけど実際はこっちに見せてたわけですよね、うんうんうん、チラッと見てるもんね、あの作品ね、うんうん、いやでもなかなか素晴らしい作品でしたね、本当に、うん、ということで本日は怪物について語ってまいりました、はい、皆さんのコメントもお待ちしております、どうもありがとうございました。